サブチャンネルでございます。バーです。ナオミルキサトです。フロンターレさんとスパー会社さんをお手伝いしてきたんですね。そうだよ。フットボールのイベントがあってですね、お会いでしょ、チョン・ソン・リョウさん、ね、小林優さん、喋りましたよ。おい、ね、いい方でした。あとはあれですね、山内さん、日向さんね、あと佐々木朝日さん、朝日さん、ね、あらららららら、いっぱい話しかけていただきましたよ。フロンターレサポーターの方に、ミロアカ聞いてるんです、ありがとうございます、ありがとうございます、愛情あふれるお言葉、励みになりますって言いながら、いつも皆さんありがとうございます。咳とか出てる大丈夫ですかあれなんて。いやすいません、お見苦しいこんで、ほんと徐々にあれです、回復傾向です、なんて、ほんと聞いてくれてるんですね、なんて、いやーそう、ありがとうございます。嬉しいわ、ありがとうございます。嬉しいでございますな、ねえ、ねね。そんな朝の動画続きでございますけれども、はい、先生ね。うん、いやもうご来リーグ に日本人がまたまた増えていくというね。いやすごいね、今ね。どうなっちゃうんですかね、このままいったらね。いやーほんとすごいよね。ね。次のワールドカップでも、はい、まあ、決勝トーナメントにまず行っている、はい、多分行くと思いますけど、はい、そういう風になったらやっぱ日本人の評価がやっぱ さらにまた高まって、うん、市場価値もいい感じ、はい、大リーグビッグクラブ、はい、また増えていく、はい、若手もさらにヨーロッパへ、うん、もう300人から500人いくんじゃないですか。もうすごい、そんなヨーロッパ以外でそんなチームはないわけでしょ。国はないでしょ。ないないね。ブラジル、アルゼンチンか、ウルグアイか。まあ、それぐらいのレベルでしょうね、強いて言えば。そりゃ買っていきますわな。そうだね。すごいよ。ちょっとすごい飛んだ話をするんですけど、これ、ワールドカップで一回優勝しちゃった国ってどういうメンタリティーなんかね。ああ。我々っていつまでもほら、16、16、次は8だ、次は4だとか、ね、うんうん、2050年までに一回優勝だ、ね、開催もう一回だ、みたいな、夢があるわけでしょ。うん、あるね。もう引き算だけになっちゃってるのがね、その国っていうのは。いやーそんなことはないんじゃないかな、ね、どうなんだろうな。ブラジルって何回優勝してんのは、5回ぐらい優勝してる。ああでもしてるよね。だからあれだよ、負けたらテレビとか割っちゃうんだよ。あーでもそっか、ブラジル人の人って。そうか、あれ幸せかね、果たして。ね、確かにな。ベスト8とか準決勝とか、なんなら決勝で負けただけでもテレビ窓から落とし割っちゃう動画とか見たことあるでしょ、ブラジルの人。あるね、あれ幸せなんかね。そうだよな、ね、幸せでしょうね、でもね。だけど我々なんか一番面白い時期を生きてるのかわからないですね。いやそうだと思うよね。こうやって登って感覚で、ね、うん、昭和のね、高度経済成長を生き抜いた。そうだね、一番生きがいだったな、みたいな言うじゃないですか、ね。ああ、言うよね。みんなそこ生きてるんですか、我々はね。こういうことか。贅沢になっちゃうんですかね、これね。可能性はあるよね。優勝しちゃいますね。そうだよね。小刻みに行った方がいいってことですよね。うん、ある種。一個ですね。ベスト8。次で優勝しちゃったらだって、ね、それで嬉しいかもしれないけどさ。なんか、おかしくなっちゃうよね。とか、そうだね、この4年間やったことが全部正しいってなっちゃう。そうすると。ね。そうだわな。その4年間のなんかトップがめちゃめちゃ偉くなっちゃうわけですね。うん、そうだね、これって組織の硬直化をきっと生むと思うんですよ。生むな。だからやっぱそう、急激な成長痛っていうのはやっぱ膝痛くなりますね、これね。そうだね。ってなってやっぱ韓国って一回ベスト4になってるでしょ。うんうん。結構影響あるのかね。でも自信は得てるよね。そうだよね。ああ。でもやっぱちょこちょこちょ来たからこそ日本今があるんじゃない、これ。いや、そうでしょう。思いたいね。思いたいね。ただ次ベスト8かかった試合でね。うん、もう軽く突破して次ベスト4かかった試合で、ね、うん、あ、ちょっとこれぐらいにしていこうなんて一切言わないし、いけーって言いますよ。優勝しなーって言いますけど、ね、偉いもんね、偉いもん言いますよね。そうだね、先生の見立てではもう、うん、中米の次のワールドカップ、中米でまあ8入ったとしましょう、うん、もっともっとじゃあ輸出が増えるわけでしょ、選手増えるだろう、増えるでしょうね、そうしますと、中米の後っていうのはワールドカップどこでやるんですか。まだ決まってないよね。決まってない。うん、それ決まってないか、あれだ、あれだ、ね、ポルトガルとかスペインとか。あれサウジとか。そうそうそ う, そ う, そう。なんか共催がうんぬんってやつが。あれですよね、うん、きっとね、うん。もうワールドカップワールドね。ね、まあ2030大会ってところだから、ね、今ベスト4か。ワールドカップオイルワールド ね。で、やるでしょう。で、そこでまあ、そうだね、ベスト4とかいけたとしますよね。うん、次の4年間でもっとそれが増えるわけですね。そうだね。ね、
そうするともう日本はもうなんていうんですか、サッカー輸出国になっていくわけですか。いや、それが一つ一つのこうビジネスというか、その間にもでも、そうだね、少子化も進んでいくわけですね。ああ、そうだね。まあ、そう、なかなか厳しくなってきますよね、国としてもね。選手を輸出することが日本のやっぱ昔の自動車産業みたいになってるわけですね。ありえるでしょうね。そうすると、あのアメリカがね、日本車をあの燃やしたようにトヨタ自動車をね、ノーノージャパンつってね、あのハンマーで叩いた映像知ってます、教科書載ってましたね。あったね。向こうでもあれですか、日本人のサッカー選手が削られるんですか。いや、貿易摩擦を生むぐらい日本車が燃費がいいと、日本のね選手が何なんだこれ、無尽蔵に走るじゃないかと、ね、テクニックもすぐ盗むしね、それじゃないかなるわけですか。まあでも向こうからしたら、でもそれ扱いやすければね、むしろ全然使いたがるってことになるから、もしかしたらよりもっと日本人をうちのチームに引き入れろってよりなっていくかもしれない。そう、日本サッカー選手が日本を救うみたいなことになりますよね。ですね。そうするとサッカーを強くするための施設が、まあね、あの頃トヨタの工場、日産の工場がもう増えてったように、ソニーの工場、松下の工場がね、うん、日本中に芝のグラウンドができるわけですか。ありえるかもしれないよ、ね、本当に。そうしますと、あの一家の稼ぎ頭がもサッカー選手といいますか、町が一人サッカー選手を産むと町の税金が上がるみたいな。ああ、ね。ですから横断歩道をね、あのリフティングで渡った小学生、誰も叱れない。頑張るだよ。ほら、どいてみんな、ほら。ほら、うまいじゃない、あの子。どいて、どいて。ほら、触んないで、触んないで、みたいなね。っていうことですか。いや、可能性はあるよね、正直ね。人間国宝ですよ、もうね。今は国ね、なんていうんですか、歌舞伎で中村だ、市川だ言ってるでしょ。うんうんうん、もうあれ全部ね、わかんないですよ。もう、うん、よ、久保とか、よ、中村とか、中村は残るね。中村はね、いろいろいるから。そうですね、伊藤とかね、あるかもしれない。伊藤、ね、よ、みたいな、あのことですね。あるかもしれないね。そうしますと、その次だ、どうだったらでも、あれですか、うん、結局ヨーロッパに憧れて、ヨーロッパに渡ることが正義という、うん、日常は終わっていくんですか。でもやっぱりあれじゃないですか、これは日本の方、アジアの方に価値観をね、うん、寄せていかなきゃいけない。次はそうですね、向こうが来るぐらいの、だやっぱそれは、ワールドカップもそうだし、あとはやっぱクラブワールドカップのあのでかい方のやつね、来年行われるやつ、あれでやっぱり優勝することが大事なんじゃないですか、ね、優勝する、はい、名誉は、うん、賞金は入ります。うん、でも変わりますか、その流れは。いや、ちょっとだから傾きがちょっと、最初は1回優勝したぐらいじゃ、はい、まだ第1回だしってことはあるかもしれないけど、そう、ワールドベースボールクラシックみたいなね、そう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 、審判が意識しだすでしょう、タッチアップしてないんじゃないなんつって、負けたくないもんだからね、で審判も向こうの人だからねみたいな。でもそれでもあれっていう風に多分見方変わると思うので、だそこでもし J リーグが例えばどんな形か分かんないけど、世界に対してこう文句を広げるというか、放映権売り出すみたいなことになってくると、放映権なんですよ、うん、要はね、まあ、結局はそこですよね。世界の人がプレミアリーグぐらい面白いぞと、うん、いや、プンデスより J リーグは面白いよねってなることだよね、絶対。そうですね。ああ、だその注意とか注目を集めるためにも、ああ、やっぱなぜ面白いのか、強いから、強い、なぜ強いのか、優勝失敗集まるよねとか、うん、そうだね。じゃあなんでサウジは見ないんですか、我々今。そこなんですよ、先生。サウジ見ないでしょ、我々今。だから、ね。そうだね。いつまでもヨーロッパに輸出し続けるんですか、我々は、永遠と。いや、だからそれをどっかででも止めなきゃいけないよね、だからね。そうでしょう。J リーグの途中で引っこ抜かれるんですか、あの選手を。いやー、それをね、だからここ10年、ね、20年ぐらい、いつまで僕らはありがたがらないといけないんですか、うん、逆の話になってきちゃう。嬉しいっつってんの。いや、ありがたいですよ、今はね。今は、ね、認めざるを得ない差があるから。そうだね。うん、だけど、価値観をひっくり返すためじゃ、やっぱその、強くあることですか。そうだね、やっぱりね。まずは勝っていって、だから、やっぱ、うちのチーム、だから、三笘くんとかがやっぱあれですよね、一つね。あの、うちのこのブライトの三笘ってのいるけど、この子は、あれかい、大学に通ってたのかい、なんだい、しかも卒論、論文まで書いたことがあるのかいってのやっぱ注目されたりしたじゃないですか。はい、そういうのがやっぱり、たくさん広がってって、ってので、じゃあ J リーグ、この川崎フロンターレってチームすごいのか、とか。それはだから今、ね、今でしょ、今だよ。だそれが何個も積み上がってって、もっと興味が湧いてくるっていうふうになって。放映権で勝たなきゃいけないわけだから。そうだよ。まずは売らなきゃいけないから、そのためにもね。ヨーロッパ方面にもたくさん。サウジは言ってる、ね、有名な人がいるだけじゃ放映権で勝てないってことだよね。そうだね。やっぱサッカーが面白くなきゃいけない。見やすくなきゃいけない。
あとは盛り上がってる絵がないと、そこですよ、ね、一番ブンデスとプレミアとかが、やっぱそのセレアとかに、勝った。勝って負けしたのに、勝ったのは。面白そうだからですよ、見てて、映画。なるほどなぁ。スタジアムの構造、ね、カメラのアングル、統一感とかそういうことでしょ。確かに大事ですね。日本も嘘つけばいいですよ。半分だけでお客さん全部入れて。ねえ。すっげえ盛り上がってるように感じね、見せて。ね、前列は、あれですよ、ミュージックステーションみたいな可愛い子ばっかり前列入れてね。ミュージックステーションからそうしてるか知らんけど。ねえ。可愛い子入れて。ね、でも放映権、日本の可愛い子ばっかり入れても放映権は上がらないですから。世界中の可愛い子もちゃんとね、まぶして。ね、いろんなところにね。世界に売るという発想で。ね。ラーメン、天ぷら、寿司、芸者、横に置かして。ね。ね、でも、まずでもそうじゃない、その、はい、他のその国とかプレミアとかとの差分で言うと、はいはい、女性比率とかお子さんの比率は多分 J の方が高いんじゃないかなと思うんですよ。ああ、そうですよね。だからやっぱり子お子さんとか女性の方でもとか、それこそ普段こうサッカーを常日頃から例えばダゾーンだ、スポティービーナウだとかで見てるって、そうじゃない人たちでも見れるよ、すごく安全で楽しいんだよ J リーグはっていうのが伝わるといいんだろうな、はい ね、それだけで報復造権っていうのは素晴らしいことですよ。それ J リーグを世界に誇る、やっぱマーベルヒーローズみたいな客席じゃダメなんですって。どういうこといろんな人種体格ね、大事なんで、岸方行くつえね、なんていうんですかね、2メートルのおじいちゃんとかね、100キロの岩の男とかね、氷を口から吐ける女とかね、わかります、瞬間で打たせるか、瞬間移動できるおじさんとか、そういろんな人種、いろんな個性、もうサッカーじゃないわ、もうそれは放送権勝率ってそういうことで、それで横から、ワイプで初めてのお使いね、あとラーメンもう違うよ、ね、ラーメンとあとはそうですね、湯煙殺人事件、これも一緒にして視聴率日本の視聴率も取りながらね、あと全裸監督も CM でなるので、ワールドコンテンツにして放送権で勝てば価値観は全てこちらに来るわけ、世界に売れるようになればね、日本語とか関係ないんだからスポーツはね、大事で外国人枠とかもなくしていくんですかね、これね。まあなくはないかもしれないですけどね。でもない気はするけどね、 J リーグやらなそうだけどね、そういうのね。いやでもそれで放送権なんじゃないですか、もしかしたらあり得るかもしれないね。プレミアリーグって外国人枠ないんでしょ。そうだね、そうだね。あのかっこいいじゃん、でスタメン出るときに国旗も出るわけじゃん、あれ。なるね。あれいいね。世界の代表だったら感じますよね。そうだね。あれ日の丸出てくるし嬉しい。でもそういうね、貧乏ちいこというのやめましょう、もう。我々こそが世界だと。ね、そっちが来なさいと。いや、そうだな。いずる国に来なさいと、そっちから。ね、悔しい。悔しいってのも思ってなきゃいけないよね。うん、そうだね。ヨーロッパ遺跡ありがたいありがたい、いやー楽しいっていうのはもちろんね、もちろん当たり前だと思うんですけど、いつかはそうしたいですね。そうだ、そうなる時まで我々見るわけ続けてたいですね。もちろんでしょう。やってたい。10年後15年後はいや、いつになるかわからないけれど、ちょっとかかります、かかるかもしれないね、まだね。そうですね、風邪ひかないようにしないと無理だな今じゃねえか、もう。いやーそうだねいやしかし面白くない、これは。スプレミアリーグはスポティービーナウさんですか。そうですね、だいぶ加入者の方増えるじゃないですか。増えるでしょうこれは。ねえ、すごいでしょうこれは。あとアベマさんでも見れますか。アベマさんで見れる、そうだ。うん、これアベマさんもね、いろいろ増えるんじゃないですか。これはそうだよね。アベマさんってどういうふうにやりくりしてるんですかね、あれね。確かに、ね、みんな買えない買えない言ってる権利をスポッと買っちゃうわけですからねどういうことなんですかあれね、アベマさんっていうのは。もうちょっとお金の持ってる持ち方がちょっと全然違うかもしれないね。声を奢ってくれる友達がいるとするよね。ええー。お金持ちで、いつもそういった遊んでると。うん、遊びも覚えたと。ね、うん。それなりに楽しくなってきた。他のことがあんま楽しくなくなってくるぐらい。そういった遊ぶのが楽しい。うん。いつかそいつがパタッといなくなったらどうなんですかね。まあ、大変だよ、そんなことになったら。アベマさんを見ましょう、皆さん。ということで、この動画の続きはアベマで。ちょっと風邪ひいてるから似てないな。喉がちょっとね。ズームだと最後のアベまでの多分間の部分が切れましたね、そうだな、ああ、そうですか。LINE はね、それ、LINE じゃない、ズームはそういう、こう切るからね。
だからアベマーさんに足向けて寝れないわけですよ。寝れないね。ね。本当だよ。だからそういう日本最高リーグになった時は、うん、アベマーさんにもたくさんね、していけるといいですね。そうだね。ね、もちろんダゾンさんに、もちろんスカパーさんにもですよ、これ、ね。いやもちろん皆さんそうですよ。日本サッカー育成貢献金ですよ、これね。いやそう、うん、いや全然ね、見るばかりは全大丈夫、ちょっとでいいです。ね、全然そんな言ってない、そういうこと言ってない、全然ちょっとでいいですね先生ね。いやそうだ ね、先生はそういうの求める手段が、もちろん俺だけにちょっともらえればいいです、先生、そういうの、先生はそういうのも求める手段に、私にだけちょっともらえれば、はい。ね、そうでございますよ。いやね、いきますけれども、今日なんかのゲームの大会だったんですよ、フロンターレの感謝祭でね、はい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 、選手とね、ちびっことか、あと車椅子のプレイヤーとかね、はい、皆さんもハッピーボーイばっかりなんですけど、ガールもいましたけどもね、そのジュニアユースの13歳の子たちも3人、うん、3人出てくれてね、あ、そうなん、ね、その子たちもわーわー言いながらね、アシストしてね、それで小林優選手が得点したりとか、うん、わーなんつって、うん、で終わったらその川崎家族とか、いるでしょ、皆さん家族というか、花族とかいたね、応援団の皆さん、うん、のおっちゃんたちがね、そのジュニアユースのことペラペラ喋って、ジュニアユースの子笑ってたりするさ、ああいうのっていいなーなんて思いましたね。うん、あ、いいねー。いい風景だなーなんつって。で、イオスのね、監督のお兄さんが僕のとこ来て、いや、おしゃったですね、つって。あの子たちもね、変わってほしいですよね、なんつって。そうなんですよ、いい子いるんですよ、なんつってね。J リーグ30年、いいですね、なんつって。ですね、なんつって二人言ってました。ちょっとカンカンやってましたんで、みんな歌とか外で歌ってましたんでね。外出ましたら、まあ、とどろきのあの地面におりまして、あの、汽車ポッポとか走ってまして、ウォータースライダーなんか待って、選手たちが歌ってたりしてましてね。まず、それがファンカンなんですけど、そしたらトントンと肩を叩かれまして、まさ久しぶりですって言うから、あ、あーって、あの、ブラジル人の通訳の方。ね。僕は向こうでね、ラジオいっぱいやってましたから、故郷で栃木 FC のファン感謝祭の司会なんかもなんかもやってたんですね。その時にいらっしゃったブラジル人の通訳の方。何年かぶりに会いまして。ね、2年目なんです、フロンターレ来て、なんつって。ああ、ありがとうございます、久しぶりです、なんつって、俺も来てしまって。その前は5年前に実況で行って、相模原だったんですよ。今、相模原なんです、なんつって。ねえ。面白いですね、これね。すごいね。いろんなご縁というか、すげえな。古川さんとおっしゃるんですけどもね。僕のユーモアブラジル人に伝えるのがすごい上手なんです。ね、っていうのを思い出しました。ね、なるほどな。大丈夫です。大丈夫です。ね、ということですね。いやー、お疲れ様でございました。何の話でいいんだか忘れません。未来の話ね。そうだね。そうだね。そしてあともう、もうあれよ。何ですか。これ出てんの月曜昼ところだけど、で、今日の夜は我々ね、またミルアカマンデーライブみたいな本編の方、本アカの方でやったりしますけども、夜に。はいはい。もう2日後あれっすよ、オリンピック初戦っすよ。マジっすか。うん。2日後の夜。この間、竹久保が泣いてたと思ったら、もう次のオリンピック始まる。あれから3年です。そして竹久保がもうこんなにたくましくなって、オシエダだ、チャンピオンズリーグだ、リバプールだって言ってる。すごいね、先生ね。すごいね。今日ゲームやってた、ガッキン。ガキチだってもあれですよ、カラスが3回泣いたらビッグバーネーゲッツだよ。写真撮ってくださいって言うからいいの、ちゃんと撮ってくれんのなんてちゃんと言っといたからね。ヨーロッパ行ったら怒ってねっつって、サインちょうだいねっつって言っといた。わかりましたって言って。いや、そんなにいるよ、ネクスト板倉コー、ネクスト高井コータみたいに絶対いるから。そうでしょう、そうでしょう、ね。頑張っていただきたいね。頑張ってほしいね。ですね。いや、いいね。始まるんだね。始まりますね。健康でいられるから、それまで俺。いや、頼むから生きててくれ。そうですね、ご迷惑かけてすいません。いえいえ、また夜もよろしくお願いします。今日の夜はマンデーライブでございますね。現地リーグの結果を受けながら、わーわー言いながらいろんな話もしていきたいと思いますね。お願いいたします。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。聞いてますよって話しかけてくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。先生に言ってください。先生にもよろしくと言われたんで。あ、ありがとうございます。お伝えしておきますって言ってきました。ね。あざまーす。先生も体を大事に。そうだね、俺もちょっと大事にします。裏をつけたまま裸で寝てはいけねえよ。よろしくお願いします。はい、以上でございます。お疲れ様でございました。はい、皆さん、今日の夜またよろしくお願いします。ということで、サムチャンネルでございました。ありがとうございました。じゃあね、毎日やってます。こちらもよろしくね。タオマフ、ステッカー、
そうね。よろしくお願いします。概要欄からお願いいたします。じゃあね、またね。では。